私自身ですね、先ほどお話いただいた宇都宮様と同じ走るの大嫌いだった人間です。もともとスキーを専門にしてまして、学生時代はですね、手前味噌ながらのインストラクターとかして新潟の方で競技とかやってたんですけども、筋トレ大好きでバンバンやってたんですけども、恩師の田中宏明教授ですね、スロージョギングの提唱者の影響を受けまして、ランニングに興味を持つようになり、とっくりハマったという次第でございます。今回こういったテーマで、ランニングに効果的なストレッチ、大学で研究等もしてましたので、ちょっと科学的な視点でですね、文献をいろいろ調べまして、少なくともこういった感じで進めていただければ、ランニングにとって非常に有益なストレッチであるというのを、文献等を交えてご紹介いたださせていただければと思います。で、今回お渡しした資料の中に A4 サイズ1枚でですね、付けさせていただいております。そちらをですね、参考に、今回もこの場でするというよりは、なんていうんですか、こういった風にするっていう確認をするような感じで見ていただくといいかなと思います。では始めます。ストレッチ運動のポイントと実践というところで、ストレッチもですね、頻度、強さ、伸ばす強さですね、あと時間っていうのがすごくポイントになってきます。運動療法っていうのを私普段仕事にしてまして、やっぱり頻度としては週に4から7は実践していただかないと、ちょっと硬い、やっぱりどうも足がきつい、痛いとかですね、走るとつらい、体柔らかくした方がいいと思われている方は、できるだけ頻度よくですね、されてください。で、強さとしては痛くない、心地よい範囲、痛くないっていうとですね、もう伸びてない状態でストレッチやったつもりになりがちになるんですけども、呼吸を止めないようにですね、心地いいな、もうこれ以上ぐーっと伸ばしてしまうと、あいだだだだだってこう力が入って呼吸が止まってしまう、そういった状態の手前ですね、心地よいな、伸ばされてるな、これ以上強く押すときついな、これ以上伸ばすと危ないなっていうところに注意してやっていただければと。私が見ていたですね、ランナーの患者さんにですね、ストレッチをやりすぎてですね、よし、しっかりストレッチ伸ばさなきゃ、アキレス腱部分断裂した方もいらっしゃいます。本当に非常に真面目なランナーで、すごく練習熱心なんですけども、ストレッチもですね、やり方次第では怪我に陥りますので、程よいというところには十分注意してください。で、時間は1セット、1つの筋肉伸ばすのに大体15秒から20秒が1つの目安になります。そしてできれば2セット以上、その筋肉の部分、右足伸ばしたら次左足で、また右足っていう形でやっていただくと、伸びたことを実感できる、セット数になっています。で、これはですね、文献上ではですね、こう20秒、じゃあもっと長くやったらいいんじゃないか、1分2分ずっとじーっと伸ばしてみる、あんまり効果がないって言われてるんですね。30秒ぐらいでその一つの筋肉頭打ちになってきます。で、15秒20秒で一通り十分、それをまた右左繰り返していただくと、このセット数がポイントになってきますので、そこを見ていただければと思います。こういった感じですね。では実際にですね、ランニングの前、ビフォーですね、でアフターということで、ランニングの後にやった方がいいストレッチっていうのをご紹介したいと思います。資料に出しております、私の写真これ撮ってるんですけども、ストレッチ運動で肩をこうグッと上げてストーンと落とすやり方ですね。で、これで首回り、なんでマラソンランニングなのに首なのって、腕振りしますよね。結構首回り肩回りも凝ったりしますので、こういったストレッチも大事で、ランドヨガの時に出たようなこの体の横ですね、体側のストレッチだったり、こういった感じで胸の前ですね、肩周り、こう背中ぐーっと反らせて、もうちょっと内容的にはかぶってるような感じですけども、こういったの大事で、でもちろん右側のような足首ですね、これ足首結構重要になってきます。アキレス腱断裂だとか、
体の柔軟性があまりにもない硬い方は走る行為自体で肉離れを起こしたり、そういった腱断裂を起こしたりしますので、何かの時にですね、例えば今私こうお話しさせていただいてるんですけども、喋りながらでもこうやってですね、バス待ち、電車待ち、いろんなタイミングでできると思いますので、こう立ったのもできるというところで、まあ、立たないとちょっとできないんですけども、こういうふうにやっていただいてください。こっちが 赤いところが伸ばされているところですね。そして続いて、太ももの前を伸ばしているような感じなんですけども、左側の写真ですね。すねですね、足首からすねにかけても実はこれ伸ばされてます。こういった形で、伸ばしていく、まあ、この辺りはもうランニングに想定される。で、右側は、足首ですね。足首、意外と足首ってすごく重要です。で、走っててこういったストレッチされる方はされてる方はされてるんですけども、なかなかですね、ただ沈み込んでるだけなんですけども、足首周りも意外と筋肉、細かい筋肉たくさんありますので、ちょうど腰の位置と足首のくるぶしの位置が同じ高さになるようにかがんでいただくような感じで進め、ストレッチをされてみてください。こういった動きですね。これがお尻の位置がちょっと前に出ますね。こう後ろに反れたり前に出すぎたりとかしないようにですね、腰の位置とくるぶしの位置が真下になって、足首がギュッと詰まるような感じが、感じれればいいかなと思います。で、腰ですね、背中ですね、もう単純に前屈しています。で、太ももの前の伸ばし方です。腸腰筋っていう足を引き上げる筋肉も含めて、お腹から股関節、太ももの前にかけて伸びるのが右側ですね。まあ、よくテレビとか見ててもこういった動きをしている選手見られるかと思いますので、こういった動きも大事です。で、ここではですね、教科書に載っているような、右下にボブ・アンダーソンストレッチングで書いてるんですけども、そこからちょっと載せさせていただいてるんですけども、こういったですね、基本的なストレッチに合わせて皆さん自身が走ってみて、あ、ちょっと筋肉痛出たな、今回紹介した部位以外で筋肉痛出たなっていうところは筋肉しっかりと動かしている部分ですので、そこも合わせて、個人差がありますが、その個人差に合わせて伸ばしていただくといいかなと思います。ここに書いてないストレッチだからやっちゃいけないんだ、そういったのは一切ありませんので、まあ、基本的にこういった柔らかくしていただく。そして大事なのはケアですね、ランニング後のストレッチ、次の、トレーニングに向かってケアをするというところです。で、こうケアっていう言葉を使ってますけども、必ずしもですね、ストレッチで怪我を防げるかといったら、そういった科学的な報告はされてないので、怪我をしにくくする、発生させないためにストレッチは存在するんだ、ストレッチをしていれば怪我をしないという過信は、控えられてください。ただケアをしないと怪我はしやすくなってきます。で、走って疲れた筋肉を緩めておきたいですね、まあ、ケアのストレッチになってきますので、アフターランニングの後ですね、まあ、左側、まあ、足一番使う場所ですね、ランニング前に伸ばしたような動作がまた同じように出てきます。で、座ってやったりする種目が多いですね。で、股関節周りで、続いて、太ももの、お尻から太ももの裏にかけてですね、足をクロスしてグッと引きつけるような動作。そしてこう、まあ、寝てやってますけども、立ってやってもいいですね。太ももの前ですね、足を引きつけて伸ばすという動作。そして太ももの裏ですね、寝た状態で足を引きつける。で、下の写真ですが、首の後ろですね、首の後ろ、で、これちょっと教科書通りに写真撮ってるんですけど、立ったままでもできますね。首の後ろ、こうね、顎を引くっていう動作ですね。こういったところ、肩周りですね、もしこれでなんか伸びてるなっていう実感がなければ、手を前にグーッと伸ばしていただいて、肩甲骨を背中を
ぐっと開くような感じですね。でも、まあ、多少こう広がって伸びてきます。そして、まあ、足首の角度を90度に保って、ぐっと体の方に引きつけていって、若干膝は曲がっても伸ばしててもいいんですけど、少しだけ曲げると太ももの裏伸びやすくなります。そして一番最後はこう全身をぐっと伸ばして、寝ているけども体が弓矢の状態になるんじゃないかっていうような感じでぐっと背伸びしていただく、そして緩めるといった形の、動きをされてください。ここではですね、大体まあ15秒から20秒というのを冒頭でお話ししたんですけども、気持ちいい範囲でですね、走る前とかじっくりやってると多分5分10分とかかかってしまいますので、まあ、朝起きて走る前に目覚ましがてらゆっくりですね、起きて5秒で走り出す人はいないと思うんですけども、目覚ましがてらストレッチをやっていただくといいかな。私もちょっとやってるんですけど、たまに寝不足の時そのまま寝ちゃうこともあってですね、ストレッチしながら二度寝みたいなんですね、ありますんですけども、こういった形でランニング前後にケア準備も兼ねたストレッチを実践されてみてください。ではですね、そうちょっと怪我と疲労のプラスアルファの情報としてですね、こちら紹介したいと思います。これも出ましたけども、やっぱり膝、足首、足の裏っていうところが怪我、ランニングの怪我としては多いっていうふうに報告されてます。で、やはりこういったところは注意深くですね、皆さん自身走りながら不具合がないか違和感がないか、今日いい練習できた、また明日も頑張って走ろう、なんか足張ってるけどまあいいかにならずですね、この膝、足首、足の裏は特に注意しながら、違和感がないかっていうのを注意しながら走ってください。でもし違和感があってきついけど、あと1キロ走ったら10キロになるからもうちょっと頑張ろう、そこは勇気を持って歩くとか、怪我をしたら明日から走れませんので、勇気を持ってやめる、中断するっていう感じで見てください。こういったところが怪我を発症しやすい場所ですね。お尻から足首にかけてですね、もうお尻からの関節そのものだと思いますけども、関節ごとにちょっと注意が必要になってきます。で、もう一つですね、私の恩師である田中教授も常々言ってたんですけども、まあ、走ると関節痛くなるでしょう、だから走るのはちょっと怖いよねですね。実は関節炎、膝関節炎に限ってなんですけども、この論文はですね、ランニングで発症するよりも体重による影響の方が大きいっていうふうに言われてますので、ちょっと体重落としてみようかなっていうふうに考えられている方は、膝関節守ることにもなりますので、減量もですね、一つの関節痛予防になりますので、ご検討してみてください。ちょっと早足にはなりましたけども、私の好きな言葉を最後に、終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。